富山ロッテタワーは大韓民国富山広域市中区中央道に建設中の超高層の展望塔である。屋上までの高さ300メートル、先頭の頂上まで380メートル。低層部は商業施設などの入るビルで、その上はテナントのない部分であり、高さ220メートルから300メートルまでの高層部は展望台、樹木の茂る、空中庭園。 ギャラリーなどが重なる。完成は2023年を予定している。富山ロッテタウン。タワーはこの後方に立つ予定ロッテグループは1995年より、旧富山市役所の敷地を再開発し、富山ロッテタウンの建設を進めている。富山ロッテタウン計画は4期に分けて計画されている。第1期となるロッテ百貨店幸福店は2009年に完成。 第2期となるロッテ百貨店幸福店アクアモールは2010年に完成した。第3期となるエンタテインメント棟はロッテマートやロッテシネマなどからなり2014年に開業した。最後の第4期にあたるのが最高級ホテル、展望台、オフィス、文化施設からなる超高層タワー棟ロッテタウンタワーであった。タワーは地上107階建て、 高さ510.1メートルを予定していた。設計は、米国の大手建築設計事務所であるスキット・モア、オーウングズ・メリール。タワーの外観は、用途ごとにタワーを4つに分設し、上に行くほどファサードが右回りに回転するような、形状である。港町であることを反映した、直立する船を模したものであり、また、韓国の村落の入り口に立つ天下大将軍の、 イメージを借りて、釜山が北東アジアの力強い玄関口でもあることを表している。当初は2016年完成の予定であったが、2019年、春行予定に変更された。2009年の着工後、2012年3月に地下8階までの土台工事が完了して、本格的なコンクリート打設工事を 開始、2013年5月に地下工事が完了した。その後は、ロッテグループが住宅の設置を海洋水産部に要請したものの、協議が遅れていること、ロッテグループがソウルの第二ロッテワールドタワーに全力を挙げていることから、地上1階までのコア部分が完成したまま工事は進まなかった。2019年1月、超高層ビル計画の代わりに、 高さ300メートルの超高層展望塔を建てる計画が明らかになった。春工は2023年を目指している。ありがとうございます。